ズオラはサブスクリプション型のビジネスを営む企業向けに最適化した SAS アプリケーションを開発、販売、提供しているソフトウェア会社である。同社は見積もり、請求、回収、分析、収益認識などサブスクリプションの注文から入金までのプロセスを自動化するインテリジェントなサブスクリプション管理ハブとして機能するズオラセントラルプラットフォームを提供している。 その製品としては、ズオラビリング、ズオラレベニュー、ズオラ CBQ、ズオラコレクト、ワークフローなどが含まれます。ズオラはソフトウェア、ハードウェア、メディア、輸送、建設、ヘルスケア、教育、小売り、物の,のインターネットなど、世界中の様々な業界でサブスクリプションモデルの事業を展開する企業の収益向上と業務最適化を図る目的で、 デザインされている。米国カリフォルニア州、レッドウッドシティに本社を置き、世界13カ国の事業拠点から、グローバル150カ国以上へビジネスを展開している。創業者であるティエンスーが2007年より CEO として就任している。ズオラはサブスクリプション型ビジネスに要求される、業務プロセスやデータモデルをあらかじめ想定して設計されたサスアプリケーションであり、 開発やカスタマイズを必要とせず、短期間でビジネスを開始できる特徴を持つ。プライスパッケージを定義し、見積もり作成、販売、契約管理、請求計算、発行、クレジットカード決済連携、入金、回収管理、売上計上、会計締め処理、分析、レポートまでの業務が自動化される。従来の ERP、CRM、 販売管理等のシステムは、リカーリング型ビジネスへの対応が困難であったが、ズオラは CRM や ERP と連携、共存させることで、サブスクリプションビジネスへの対応が可能となる。Web からの契約、販売管理機能では、フリートライアルやフリーミアム、クーポン、ギフトなどのプロモーション機能を装備している。CRM との連携では、セールスフォースと密連携し、 セールスフォースに不足している見積もり、契約管理、請求機能を拡張、強化できる機能を有している。同社は2015年8月にズオラジャパン株式会社を設立し、日本国内での事業を開始している。ズオラジャパン株式会社の代表取締役社長に桑野純一郎が就任している。ありがとうございます。